皆さんダヴィンチコードはご存知でしょうか。2006年アメリカの映画のダヴィンチコード、その映画の中で10桁の暗証番号が現れてきます。この暗証番号に秘められた秘密、これは何かと言いますと、この後ろの13と21、これを13、21と見るとある規則性が見えてきます。気づいた方はおられますでしょうか。最初の3つの数字、ここを今日、昨日、明日とします。そうするとここには明日は今日足す昨日という関係式が見られます。その他でも見てみましょう。ここを今日、昨日、明日、ここでも成り立ちます。次の13を今日にしますと8は昨日、21は明日となります。ここでも同じような明日は今日足す昨日ということが成り立ちます。つまりダヴィンチコードのこの10桁の数字と暗証番号というものは明日は今日足す昨日というこういう関係式で成り立っています。つまり前の2つの数字を足すと次の数字が出てくる、このような数字の列をフィボナッチ数列と言います。これをきちんと数学的に表しますと、このように0、1をスタートとして二項間の差分方程式として表されます。で、今日皆さんにお話しするのは最適化理論という分野についてお話しいたしますけれども、近年私どもの研究でこの最適化理論の分野とフィボナッチの間で美しい関係の結果が得られましたので、それに基づきながらご紹介していきます。まず次のような配送計画問題を考えてみましょう。まず倉庫に荷物が5個あります。リンゴが5個あります。この5個をまず2つのお店に配送します。でさらに上の1つのお店からは次の2つのお店に配送していきます。例えば5個を4個と1個、でこの4個を次の段階で1個3個と分けます。で我々の目的はコストを最小にしたい、つまりその各お店では品物の個数の2乗でコストが発生したとします。と今のこの問題では1の2乗足す4の2乗足す3の2乗足す1の2乗、つまり27、これがトータルのコストになります。でこのコストを最小にしたいんです。もっと最適な分割があります。さてどのように分割すればよろしいでしょうか。その最適分割をご紹介いたします。まずは2個と3個です。そして次は1個と1個、ここに分けます。そうするとコストを計算しますと15になって、先ほどの27よりだいぶ小さくなります。でこの数字の秘密は何かと言いますと、実はきれいにフィボナッチ、これが最適戦略になっています。つまり1、1、2、3となっています。で最適化問題というものは皆さんが高校で習っているような二次関数の最小化、例えばこれがコストの関数と思ってください。その最小点、これを求めなさいというものです。で例えばこれが二次元になるとこのような問題です。で数学的に定式化してみましょう。最初に x1 と 5-x1、 次 x2、 x1-x2、 つまりこのような関数を最小化したい、そのような x1 x2 は何かということが最適化理論というものです。で近年私どもの研究では2段ではなく3段4段5段と、九州大学の岩本誠一名誉教授とともにこのような美しい定理を発見しております。